突然ですが皆さん、ワンタッチバーってご存知ですか？え、知らない。ワンタッチバーとは片手閉じることができるこの棒のことです。有名なものでは弊社の足軽についているこのワンタッチバー、使用時に赤いバーを押してあげると突っ張りが効き、収納時はこの赤いバーを持ち上げると両足が閉じます。これがあるため移動性が上がり、作業効率も良くなります。ちなみに意外と知られていない足軽のすごいところなんですが、この支柱と支柱の間からこのワンタッチバーを持ち上げてもなんと腕を挟まないんです。その他にも弊社人気製品のルカードやスキットといった踏み台にもワンタッチバーはついています。これらのワンタッチバーはこのように固定する必要があるため、はしご機能がなくなり専用脚立となっていました。2021年に発売した RX がその概念を壊しました。なんとはしご兼用脚立にもワンタッチバーがつき、それがブラックレーベルで機能、デザイン、なんといっても握っている感じが改良され、多くの方から好評いただきました。そしてその改良されたワンタッチバーがこちらです。このように前から、後ろから、そして天板の間から握っても大丈夫。一つ前のワンタッチバーがこちらで、今のワンタッチバーと見比べても大きさは2倍以上なのに重さは軽くなっている。そしてこの握る時のストロークが14センチから25センチになって握っている感じが出ました。皆さんに特におすすめしたいのが6尺7尺のはしご兼用脚立で、このように両手を上げる必要がありましたが、ワンタッチバー付きのはしご兼用脚立では片手でこの赤いバーをクイッと上げるだけで簡単に閉じることができます。その他の8尺から10尺のワンタッチバーはこのようになっております。はしごにした際、ワンタッチバーは自重で下がるため間違って踏んで壊れるといったことも防げます。以上、ワンタッチバーについてでした。この動画が良かったらいいね、そして最新の情報も随時更新していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長谷川。